北野武です。役は荒牧という公安休暇のボスになるのかな。でまあいろいろその役をどうこなすかが問題なんだけども、まあ手探り状態でやってる状態で、でもまあ監督が OK を出してくれるんだから OK だと思って、まあそれ信じてやってるようなもんで、映画自体が近未来の設定なんだけれども、心っていうか元々の人間らしさというオリジナリティの喜怒哀楽をその、進化した近未来にあまり適合してないっていうかね、もともとそういうことには、時代がじゃんじゃん前に進んでいるんだけど、心だけはそれに合わせて変化しないような頑固な男だというような設定だと思ってるんだけども、まあ異常な映画に対するスタミナと執念だね。大体自分よりも10倍は通るね。自分が映画監督やった時はあれほどしぶとく粘らないけども、やっぱりあの監督の凄さはさすが世界相手に映画を撮る人のスタミナっていうか会社っていうかね。だから一つも取りこぼさないように、あらゆるシーンがつなげた時に生きるようにあらゆるものを撮ってやるという、それが今度はコンピューターの映像でとうとう進化した形のアクションになるんで、自分はそのアクションには参加してないんだけども、そのリードする役だっていうのもまた面白いし、あとこの原作はもうかなり評判になった原作で、いつ映像化するかっていうか、アニメはやってるけども実際の映像を映画で作るっていうことに対しては自分の友達もみんな期待してて、まさか俺だと思わなかったっていうのがあって、だけど決まった瞬間にみんな驚いてたね。やっぱり何十億40億ぐらいかな、そういうかけた生物の進化と人間として400万年ぐらいだと思うんだけど、それのその気持ちの変化と感情というのは日常のそのコンピューターとかそういう IT の世界のものすごい速さの進行速さで進化しても微妙なとこがわからないっていうとこのバランスだと思うけどね。だから面白いんであって、もしコンピューターで人間の感情が左右できたら、これは別に大変危険なとかつまらない世界だと逆に思う、映画の中で電脳通信みたいな会話、自分は英語もあんまりうまくないっていうのもあるけど、実はその電脳っていうのは日本語を喋ってるんだから、相手の国の言葉でこう理解できるような装置なんだけれども、それはすごい便利だとは思うんだけどね。だけどその日本文化とかアメリカの文化、イギリス文化があって、わびさびという言葉がどういう英語に変化されるのかとか、同じ空間を共有しない者同士がごく共通の部分だけの会話のだと思うのね。食べ物が共通してハンバーガーとかだけども、わびとかこの日本的なこれはいいねっていうのが果たして将来理解できるようになるんだろうかというと、そんなようなところにまで行けば電脳通信もいいなとは思うんだけど、近未来だけどもっと個性が強くなってるっていうかね、近未来ってなんかすごい個性を潰されてるっていうか、もっと平等に
考え方も同じようなあれにされてるような気はするようになる時代が近未来かなと思うと、そうではなくてかえってトラブルっていうか、うん、だからその辺が面白いと思うんだよ。Hey, Bali here. So did you like that video? Do you think the movie will be a success? Well, if not, maybe it will join the list of biggest box office bombs, which is what I'm here to talk to you about today, with a list of movies from this category. So let's start off with 2009's The Lonely Bones, which bombed at the box office with an estimated $64 million loss. Titan AE from 2000, which had an estimated loss of $137 million. 2015's Tomorrowland, starring George Clooney, recorded an estimated $76 million loss at the box office. The 13th Warrior, starring Antonio Banderas, had a loss of $98 million. Disney's animated Treasure Planet from 2002 lost a whopping $112 million. The Adventures of Baron Munchausen, starring John Neville, lost more than $77 million. The Lone Ranger, starring Johnny Depp, lost $97 million. Guy Ritchie's The Man from U.N.C.L.E. lost $80 million at the box office. The infamous John Carter lost $126 million. And lastly, Hugo by Martin Scorsese lost $60 million. Ooh. So, do you agree with the movies of this list? Let me know in the comments below and remember to subscribe to our channel for all the best trailer releases. See ya!